アルマンセガンはフランスの画家である、ポール・ゴーギャンを含む多くの画家たちと共に、ブルターニュのポンタバンで活動した、ポンタバン派の画家の一人である、ナビ派の画家の展覧会にも出展した。パリで実業家の家に生まれた。祖父に、比較産業に重要な発見をした同名の科学者、薬学者のアルマンセガンがいる。パリのエコール・でボザールや、 私立の美術学校のアカデミージュリアンで学んだ。アンリ・ガブリエル・イベルスやアンリ・ド・グルーと友人になり、ポール・セルジエとも知り合い、総合主義の影響を受けた。1888年にカフェ・ボルピーニで開かれた印象主義を呼び、総合主義グループ展でゴーギャンの作品を見て、ゴーギャンに傾倒し、ブルターニュにゴーギャンを訪ね、ポンタバン派の画家として活動するようになった。 ゴーギャンの他に、シャルル・ラバル、エミール・ベルナール、ロドリック・オーコナー、シャルル・フィリジェ、アンディ・モレ、エミール・ジュールダンといった画家から指導を受けた。ポール・セルジエが中心となった、美術家グループ、ナビ派の展覧会にも出展した。ポスト印象派のスタイルで描き、象徴主義の傾向も見られる。1890年代には主に、ブルターニュの風景や人物を描いたが、その後、 文学を題材にしたりパリの女性も描いた。1893年にアンデパンダン店に出店し、1895年にパリで個展を開き成功した。木版画や銅版画も制作し書籍の差し絵も描いた。日記をつけていてポンタバンハの歴史について、雑誌エル・オクシデントに記事を書いたことがある。多くのポンタバンハの芸術家と同じように、アルコール中毒者であった。 1903年に肺炎にかかり34歳で没した。ありがとうございます。